ドリーヌ・ヌル・カバリエは、フランス、アンギャン・レバン出身のフィギュアスケート選手。2016年フランス選手権、優勝。2013年ムラドスト・トロフィー優勝。2017年、欧州選手権5位優勝など。2010から2011シーズン、初めての国際大会となった、トリグラフ・トロフィーハイ・ジュニアクラスで、いきなり優勝。2011から2012シーズン。 ジュニア GP シリーズ参戦。ジュニア GP シリーズは12位、1 1位とどちらも振るわなかったが、フランス選手権では6位と昨年の12位から大きく順位を上げる大躍進をした。ババリアンオープンジュニアクラスで優勝し、いい形でシーズンを終えた。2012から2013シーズン、ジュニア GP シリーズは12位、9位と振るわなかったが、 フランス選手権では3位と自身の表彰台に上がり、世界ジュニア選手権出場を決めた。自身の世界ジュニア選手権では、ジャンプの点灯が多く13位に終わった。しかし、シーズン最後の大会となるムラドストとトロフィーのシニアクラスで優勝し、シニア国際大会初めての表彰台、そして優勝を果たした。二千十三から二千十四シーズン、ジュニア GP シリーズでは、 11位、9位と振るわなかったが、クリスタルスケートで自身2度目のシニア国際大会優勝をした。フランス選手権では SP4 位から FS で逆転し、トータルも2位と自身最高順位を更新する2位に入り、1位のマイベレニスメーテには届かずオリンピック、出場はならなかったが、自身初となる欧州選手権代表をつかんだ。初めての欧州選手権では緊張もあり、 ジャンプが乱れ13位に終わった。シーズン最後のガルデナスプリング杯では4位。2014から2015シーズン、シニア本格デビュー。シーズン初戦の ISU チャレンジャーシリーズロンバルディア杯では7位。続くニース杯では、SP3 位から FS で5位のスコアでトータルも5位と表彰台を逃した。初めての GP シリーズの大会となった GP。 エリック・ボンバール・ズキでは11位に終わった。フランス選手権では、前ビレに詰めてに次ぐ2位で2年連続2位に入ったが、世界選手権出場はできなかったが、欧州選手権代表を2年連続で掴み、冬季ユニバーシアード代表を掴んだ。2度目の出場となった欧州選手権では、自身初の150点台を出し、昨年より3つ順位を上げる10位となった。 東京ユニバーシアードでは4位と惜しくもメダルを逃した。財布と記念では、今、シーズン初めての国際大会表彰台に上がった。2015から2016シーズン、シーズン初戦のニース杯で3位。GP シリーズエリック・ボンバール杯では、SP12 位と出遅れ、FS で巻き返そうとしたが、テロの影響で SP のみとなり十二位に終わった。しかし、NRW 杯では、 参考記録であるが SP で5点台以上自己ベストを更新し、FS も114.198と、初めて FS で100点を超え、トータルも173.93と参考ながら、自己ベストを20点以上更新し優勝した。フランス選手権では SP で61点を出し、2位のマエベレニスメーテに8点近くの差をつけ、悲願の初優勝かと思われたが FS で、 ジャンプのミスが多く、逆転を許し1位とは、3点差の惜しくも3年連続2位となったしかし、世界選手権出場枠が2枠のため自身初の世界選手権出場を決めた。欧州選手権では、ジャンプの点灯が多く昨年と同じ10位に終わった。チロルハイでは2位。世界選手権では SP で、ジャンプの点灯が多く SP31 位で FS に進めず、 31位に終わった。なお、前ベレにすめても、SP で25位と、沈み FS に進めず25位と沈んだので、世界選手権2枠を獲得できなかった。2016から2017シーズン、シーズン初戦のニース杯で3位。続く、ゴールデンベアでは優勝。GP シリーズフランス杯では、SP で公式記録の自己ベストを15点近く、更新する66。 61を出し5位に入った。FS もところどころミスがあったが、自己ベストを大きく更新し、トータルも184.65と、自己ベストを大きく更新し、6位に入った。フランス選手権では、2位のマイベレニスメーテに30点近く差を、付け悲願の初優勝を果たし、2年連続世界選手権代表を掴んだ。欧州選手権では SP で五位につけ、FS では、 自己ベストを更新する124.29点で FS スコアではマリアソツコアより得点を出し FS4 位で総合スコアも自己ベストを更新する188.10点で昨年から大きく順位を上げる5位入賞し大躍進したしかし欧州選手権の好調を維持できず世界選手権ではジャンプが乱れ SP で22位と遅れ FS もジャンプの点灯が多く総合スコア162.99で昨年の31位からは大きく順位を上げたが18位とオリンピック出場枠2を獲得することができなかった。2017から2018シーズン昨年の欧州選手権5位の成績を評価され初めて GP シリーズ2000のアサインがあった。 初めての GP フランス杯以外の GP シリーズとなった GP スケートカナダでは SP ではジャンプの大きなミスなく技術点では31点を出し8位につけた FS ではジャンプの点灯はなかったがジャンプが乱れ FS も8位と総合でも8位に終わったがエキシビジョンに出場した GP フランス杯では11位に終わった オリンピック1枠をかけたフランス選手権では SP でメーテに1点も差がない僅差で2位につけだが逆転できずメーテと4点差の2位に終わった。しかし昨シーズンの欧州選手権の成績等もありオリンピック代表は欧州選手権の結果を決めることとなった。アクセルを除く3回転ジャンプを飛べる。コンビネーションジャンプでは 2A プラス1ロプラス 3S。 2016から2017シーズン 3t プラス 3t3 リットル z プラス 3t2a プラス 3t を成功した。また2016から2017シーズンの FS では衣装の裏にもう一枚衣装が縫い付けてあり袖を下ろし演技中に衣装チェンジするというユニークな演技を披露している。パリ同時多発テロ事件によるフリー種目の中止で SP の順位が 最終結果となった。https://web.archive.org/wave/20171017183839/http:/www.isurts.com/su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 s00012525.htm ありがとうございます。